グエンシンサックのゾウグエンシンサックの、ハカグエンシンサック、ホ大正四年は、グエンアサベトナムの管理、儒学者。ホー民の父にあたり、現代のベトナムでは、尊敬を込めて、クーフォー、バングエンシンサックと呼ばれる。別名は、グエンシンフィ。ケアンショーの千村で、父グエンシンボンとその5歳ハーチヒの間に生まれる。4歳で両親を亡くし、農地を継いだ父の千歳の子。 グエン新長の下で育つ。後に学問好きであることを、隣の保安中村に住む受学者、ホアンスアンドゥオンに見出され、15歳でドゥオンの養子となった。18歳の時にドゥオンの娘ホアンチロアンと結婚。3人の子を育てる。抜死の幼名グエンシン君が、後のホーチミンである。生体6年に里見に合格し巨人となる。安13年には国に通り、 交番の地位を得るという成人名を与えられた。しかしサックは、フランスの顔色を伺う園長の管理になることを、潔しとせず、寺小屋で子供に学問を教えるなどして過ごした。聖康氏12年、妻のロアンが4番目の古審を生んだ際に体を壊し、翌年に神と共に死去した。聖康氏18年に管理として働くことを受け入れ、笛に赴く。 長年支援を受けていた大臣カオスアンズくの推挙を受けて任につくが、フランスのために動いている宮廷と民衆を抑圧することが仕事のような官人たちがチュン、クアン・アイクウォックからかけ離れていることを思い知らされ、大いに失望することとなった。維新三連には、ビンディ賞、ビンケイの治験となったが、罪を犯した地主を鞭打ち系にしたところ、これが原因で地主が死んでしまった。 この事件により免職だけでなく、官人としての階級も大きく落とされる。その後は、ベトナム南部やカンボジア東部で、代書や薬の行商でここをしのぎながら、放浪生活を送る。維新5年に、ファンチューチンに会うために一緒に、ミトウへ赴いたのが、バッシュタインとの最後の面会であった。保大賞4年、現在のドンタップ賞かオラン市で隠しした。1日を、ゆで卵1個、 ヌクマムをかけたどんぶり飯一杯で過ごすほどの貧しい暮らしで最後は雪倒れ同然だったという。後にベトナム独立運動勢力を率いた革命家ファンボイチャーは聖安市12年に里見に通った後サック同様管理を目指そうとはせずにベトナム中北部をよく旅行していた。サックの住む村周辺を何度も訪れており寺子屋教師時代のサックと よく議論を戦わせていた。サックが幼少期のホーチミ民と共に過ごした千村は現在キムリエン歴史遺跡区となっており、サックの家も観光施設化されている。また、カオランにはサックの墓地があり、こちらもグエンシンサック遺跡区として記念公園化されている。ありがとうございます。